新作ハバネロなんだよ新作さハバネロちょっと唐辛子入れすぎだろうそんなことないよちょっと控えめにしておいたわ真っ赤じゃないかさ新作マジっすかさ新作遠慮しないで担当上がんなさいこれはさ、新作あいやあなたの好きなハバネロ鍋よお母さんが心を込めて作ったのいや私よりからちょっと母上からどうぞいや母さんはもうたくさんお母さんもたくさんいただいたからさあ新作さあ担当食べ新作さあ遠慮しないでお食べいや絶対ダメですよこれ新作どうちょっと薄かったかしらハーウェイちょっとこれ一口食べてみよういやいや私はもう結構よ私もお母さんお腹いっぱいなんだからお母さんお腹いっぱいなんだもう全部食べられない新作もう遠慮しないでせっかくの機会なんだから全部お食べ全部マジでまずいおかわりねおかわり分かったおかわりだって残したらもったいないじゃないタントのためおかわりよおかわりよこれはダメな色してもダメな色してもうわあ、分かった新作には無理なので無理だったら部下の皆さんにも食べてもらえます部下の皆さんにも残してもしょうがないから部下の皆さんにそうなせっかくお母さんが作ったんだからお母さんの手料理なんだから部下の皆さんにも食べてもらおうじゃないか部下の皆さんにもそれはこっちからいや、総監にはとてもお母様の手料理なんでとても遠慮しないで食べてとても武藤さん武藤さん、なんか、次元、すごいキラキラした目で見てるいや、そんなことないです一口食べてみるか一口だけ一口食べてこういう若い子は好奇心があるんだ好奇心だけでどうぞ、食べて色が違うじゃん嘘じゃないんだよ若いうちは火傷しやすいんだ誰かここに行くと見せかけて黒崎だろう。誰かに書類を持ってくるように頼んでませんでしたか。ここにいない人。ここにいない人。うまいな黒崎。あ、そうだな。あ、誰かここにいない人に書類を持ってくるように頼んだような気がするな。誰だったかなあれは。あれは誰に頼んだっけな。誰かに書類頼んだけどな。誰だっけな。そうだ。松島少将。担当がなさいそんな嬉しそうな顔しないの担当上がんなさいこれ一気じゃないですか赤いそれは赤くさHA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 
心配すんな、真島少将。この時間に10分取ったわけだ。行きましょう、行きましょう。なんでこんな息切れするんだろうな。素敵。素の顔になってます。出ますね。今通訳します。だんだん口が慣れてきたので痛みを感じなくなってきたからここからいけますよ。あの先輩として言ってるけど、言っとくけどな、1分後ぐらいに胃が燃えるぞ。来た来た、鼻に来た今。大丈夫か。ちょっと母上、水を持ってきてあげてください。あ、水ね、はい、分かった、水ね。おー、待ちましょう、長子一中将連れてこい。はい、食事をいただけばよろしいのでございますね。さすがは上皇中将じゃ。話が早い。さあ、グッとやってくれ。危ないから持っていただけるから。おたまたまたってなっていらっしゃる。さあ、せっかくの母親の手料理だ。私の母の手料理が食べられない。いただかせていただきます。何を震えてるんだ。この酸っぱい匂いは何なんでしょうか。もう表情が無ですよ。泣いちゃった。私だって泣きたいわ。本当に辛いの、本当に喋れない。目開かないで。本当に辛いのは本当に喋れないです。私だって今かなり無理して声出してるんだよ。誰が作ったの、無理して。よく食べましたね。もう言っちゃってください。今誰が得してるんだ。本当これはもう。何無理。汗が。すげえ。すいません、本当にいいリアクション取れなくて。すいません。しっかりしろ、ジョスコン。すいません、ここは食べるところなんですけど、勘弁してください。水何水飲ませてください。分かった、お水な、あ、水飲んでこい。母上。母上。母上、どこ行ったんだ、母上。母上、早く水汲んできてくれ、母上。
母上ちょっと止まっていいんじゃないですか。母上どうしたんだ母上。来た来た見られてる。ああ母上母上見られてますよ。お水汲んできたか。水汲むどこか飲む暇なかった。あ、母上、あの母上の手料理、あの上皇中将がうまいうまいって言って全部平らげてくれたの、なんか本当それは、本当それは涙が出るほど嬉しいなんか上皇中将さっきちょっと残しちゃったからやっぱりあれ全部食べたいって言ってたんだけどもう無理、絶対無理だから残してもいい。あ残してもいいわ。私せっかく作ったけどこれね、残してもいいわ。今度もうちょっとマイルドにしましょう。本当に期間は成立するもん作れ。もうお母さんになんてことするかしら。もうこれは残すとして皆さん、はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、撤収。これは辛い。よし、なんだこれ。母上が忘れていったのか。ずいぶんヨレヨレだな。ん？母上様、ずいぶんとご無沙汰してしまい申し訳ありません。私はこたび帝都の西へ出兵することになり、まさか本物の新作からか。